皆さんこんにちは。こんにちは。障害者グラフィティです。今回で18回目ということなんですが、先にお詫びがありまして、すいません、先月私休んでしまいまして、申し訳ありませんでした。でもとてもですね、その及川さんと黒田さんの、黒田さんの話がね、とてもいろんな方に好評で、避難所ハグというものを初めて知った方とか、私もその当日はちょっと見られなかったんですけど、後で見せていただいてですね、お二人のやり取りって、まあ私はもういいかなとも思ったんですが、でも今日復帰してまいりました。どうぞよろしくお願いします。で、3月になりましてですね、先日その震災から2年目ということで、まあいろんなメディアとかね、でその当日に向けての放送があったり、センター宮城でも3月10日に石巻でね、公開講座の最終の公開講座やって、たくさんの方にねお集まりいただいたんですけど、もちろんその3月11日っていう1日だけじゃなくて、それをあともまたこれから3年目に入る中でですね、まだまだやらなきゃないこと、たくさんあるわけでしてですね、そういったことも含めてこのグラフィティの、まあ、役割もまだ少しはあるのかなと。大きなメディアには乗らないことですし、本当にこう大きな枠からすればね、一握りの方のことだと思うことなんでしょうけど、それでもそういうね必要な方がいる限りは、こういった情報を出していければなということを思いながら、私たちは3月11日をね迎えたと思います。で、今日はですねのゲストなんですけども、このセンター宮城の活動を、まあ、丸2年になりまして、センター宮城のですねもう中心としてねやってこられたという方だと思うんですけども、9名が9、昔の名前っていうんですかね、が被災地障害者センター南三陸で、今は、設立したされたばかりなんですよね、はい、NPO 法人の金見の森の事務局長の太宰京子さんをお迎えしてお話をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。先に思いっきりプレッシャーをかけてしまいました。大事なことだとは、はい、でも本当に活動自体がですね、NPO 法人を立ち上げたられたばかりということで、もちろん活動そのものもあるんですけども、 NPO 法人を立ち上げるのっていかがでした、いかがでしたっていうのが言うんですけど、やっぱりそこまで行くのに随分覚悟がいりました。はいはい、私は福祉本当に初心者で始めたので、こんなのがやっていいのかなっていうのがまずあって、うん、でも地域の方々とお話しする間でやっぱりこの活動はずっと続けていく責任があるんじゃないかと、スタッフみんなでお話をしていて、ずっと続けていくんだったら支援がなくなった後もしなきゃないよね、だったら法人作るしかないんじゃないのっていう流れで、はい、もう本当に地域でずっと続けていきたいからっていうので法人だったんで、はい、大変だなっていうより先に やらなきゃないっていう、ね、はい、気持ちで、はい、分かりました。そんないろんなお話をですね今日伺いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではですね、もともとこの障害者グラフィティは、もちろん震災の後皆さんの活動を復帰するってこともそうなんですけど、はい、やはり我々は太宰さんも含めて私たちも含めて何かバックボーンがあってですね、やっぱりこういった福祉という生業をしたり、こういった世界に入ってきてると思うんですね。でそもそも太宰さんがこのような世界というか、はい、このようなお仕事をされていたきっかけとかですね、はい、その辺を教えていただければありがたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、今も理事長の菊池さんとおっしゃる方が南三陸の障害者の支援に入ってくださっていて、でそこで現地のスタッフを探していらっしゃったんですね。でたまたま人のつてで私の方に声がかかって、で面接を受けて翌日から来てくれみたいな話になったんですが、私が行く気持ちの上でのきっかけっていうのが、震災前2年間地域の学校で、支援学級 の子どもたちと一緒に過ごす教員補助をしてたんですね。で彼らと一緒にいる中で発達障害っていうものに初めて触れて、そこでいろんなことを考え、で教育の現場だったんでね、教育
でどこまでやるんだろうっていうのがあって、うん、でこの子たち卒業したらどうするんだろうっていうのがちょっと私の中でモヤモヤとしてたものがあったんですが、福祉のお話を聞いて、うん、あれもしかしてそれって福祉の分野なのかなっていう、うん、まあ興味半分だったんですけど、ね、最初は、うん、それでお受けすることにして、うん、はい、教員補助っていうことは先生だった、ね、一応免許は持ってるんですけど、はい、なんちゃって先生なんで教壇とかに立ったことはないです、はい、でも今保健学校だけじゃなくて地域の学校も、うん、まあ及川さんは結構早い段階からね、地域の学校に入ってましたけど、私はほぼ義務教育は支援学校っていうか、いわゆる養護学校で過ごしたので、今のようにね地域でこう学校を通ったりですねするってことは、まあ当時は夢のようだったんですけど、まあ今はその我々のようなものだけじゃなくて、やっぱり発達障害の方とかですね、いろんなこう子どもたちがですね地域で学ぶという環境なんですけど、その教員補助された頃のですね、中ではどんな子どもたちがこう通ってたんですか、どんな子どもたちとかどのようなこう、うん、触れ合いというかですね、やってたんでしょうか。そうですね、はい、発達障害も知的レベルは高い方なんで、まあ、支援学校とはまた違った感じなんですけども、やっぱり普通の教室にはちょっと馴染めないような子とかもいて、でも その子がいることで周りの子たちもすごく何だろう、学びがあるんだなっていうのはすごく感じたんですね。本人たちも いろんなね葛藤をしながらいるんですけれども、周りの子たちもきっとそうで、地域っていうのは障害のある人もない人もいるのが地域なんで、あ、自然な形なんだなってすごく思います。で今年度1年間支援学校の非常勤講師をさせていただいたんですが、で支援学校の方ではやっぱりそういうちょっと障害を持った方々がみんな集まっていて、とても恵まれた環境の中でいろんな支援が先生たちもたくさんつくし、でそれはそれでなんですけど、あ、地域とはちょっと違うのかなって、どっちが幸せとかよくわからないんですけど、あ、支援学校と地域の学校っていうのはこんな違いがあるんだなっていうのはすごく、はい、感じておりました。やっぱりコミュニティがやっぱある程度できてて、でその学校だけでなくて地域の方々との触れ合いっていうのは随分あったんですか。そうですね、私子供が2人いるんですけれども、やっぱりうちの子、私も主人も南三陸町 の出身じゃないので、本当に各家族であそこに入っていて、で、まあ、お互い仕事もしてたりなんですけど、やっぱり地域の方々に子どもたちは育ててもらったなっていうのがあります。例えば2人がね登校していくときに見た人が、今日なんかすごい喧嘩していったけど大丈夫とか、そういう情報がいっぱい入ってきたりして、それってすごく幸せなことですね。それが多分障害あるなし関係なく、やっぱ地域の人が自然にそうやって地域の子どもとしてね見てもらえる環境っていうのは、はい、多分。でも支援学校の子たちはバスに乗って、その支援学校は気仙沼なんで、まあ、車で1時間半ぐらい、ちょっと地域とは違うところへ行ってしまうんで、多分違うんだなって。その通学の間もいろいろと、なんかね、その通学の時間も貴重な時間だったりするんじゃないでしょうかね。あ、そうですよね、本当ですね。学校2時半に終わるんですけど、帰ってくるともう結構疲れて ね寝て帰ってくるとか、移動だけでもね疲れますもんね。けどやっぱ支援学校は先生たち本当に子どもたちのことをよく考えて、いろんなプログラム考えて、だから守られてる、とてもこういいとこだなとも思うんですけど、地域で生きるっていうのはまた別問題なのかなって、はい、ちょっと分かんないですけど難しいなと思って、はい。でまあ、そんな中でですね、まあ、いわゆる起きてしまった、3月11日なんですけども、はい、まあ、その辺 その地震発災当時からですね、その後の時間の経過までですね、お話しできる範囲で結構ですので、はい、お話しいただければと思います。私の個人の、まあ、個人それも含めて、はい、個人も、はい、
団体でもどちらでも結構ですので、はい、どうしようかな。私その、震災時は教員補助で地域の学校の支援学級の子たちと過ごしてました、翌日が卒業式だったので、その支援学級の子たちと一緒に家庭科室で、ちょっと縫い物をしてたんですね、その時にこう地震がわっと来て、でもう本当に揺れが続いて、で一人の女の子がもうちょっとパニックになってしまって、過呼吸になって立てないと。だけど私のその地震の時にこうよぎったのが、津波の前にその2011年の2月ぐらいにニュージーランドで大きな地震があって、建物が倒壊したのがありましたね。建物の中にいたら絶対危ないと思って、とにかく逃げなきゃって、でその女の子を担いで校庭に出て、そしたらもう、もともと中学校は20メートル弱ぐらいの高台にあるので、人が逃げてきてたんですね。でもうそこでずっとこう校庭の真ん中で子どもたちと一緒にいたんですけど、すぐ下に、そうだな、5メートルも下じゃないぐらいに小学校があるんですが、小学校に逃げてた人たちがわーっと上に上がってきたんですね。で、なんでだろうって思ったら、結局その小学校まで津波は来てしまってて、で中学校も危ないだろうっていうので、中学校の上の山にみんなで登って逃げたんですね。で眼下を見たらもう真っ黒な海がもう町を埋めてて、もう本当子どもたちはね泣いたりとか、もう本当に切ない状況だったんですけど、その後学校は大丈夫だっていうことで、体育館の方に、体育館がその後避難所になったんですが、一番大きい時600人から700人ぐらいの人が来たっていう話なんですけども、そこの避難所運営っていうか、結局職員が一番よく分かってるので、先生たちは水を出したりとか、あと毛布出したり、あとカイロ、北海道を配ったり、あとね、技術の授業でダイナモってこうガーッとこう、あれを子どもたちが作ったのがあったんですね。で使えるかもしれないって、それを配ったり、そういうことをしていて、でただ私は、2つの中学校にいたんですけど、子どもたちはそこから、どのぐらいかな、15キロぐらい離れた静川小学校に2人行ってて、で主人はさらに10キロぐらいこっち側の戸倉にっていう地区にバラバラだったんですね。で全然こう連絡とか取れなくて、でも時間的にその小学校1年生だった娘が下校中だったよ、下校中だなっていうのはずっと思ってて、でもすごい心配で、でも結局は連絡取れなかったので、そのままその日は避難所で、もう布団もなかったんです。子どもたちなんて紅白幕、その卒業式の準備をしてたんで、紅白幕とかああいうのをかぶって、もうすごいなんかすごい切なかったんです。カーペットもドロドロになってしまって、卒業式の準備してたんだけど、そんな感じで一夜を過ごし、で翌日も避難所でいたんですけど、同じように家族の安否がわからない先生が4人いて、で校長先生がちょっと抜けていいからっていうので抜けさせてくださって、で山道を通って、私は乗ってただけなんですけど、うまい先生がね、で運転してくれて、で静川の地区に行ったら、静川小学校に、子どもたちがいたんですね。で他の4人の先生で行って、それぞれ皆さん確認して、じゃあ夕方帰ろうかとなった時に、私もなんか子供が無事だって分かったので、すごい安心して、もう OK って思って、じゃあ私も私に帰ろうって思ってたら、娘が私またここで過ごすの、結局学校にいたんで、すごいなんか切ない、泣かれてしまって、たら一人の先生が、私は教員補助っていうね、サブの立場っていうのもあったと思うんですが、いいから、すごいそれがね一番心に残ってるんですけど、生徒には他に先生いるけど、子供には先生私しかいないんだから残んなさいって言ってくれて、でそこから私はもう学校から離脱して、あとは家のことをさせていただいて、でうちは
家が高台にあったので、はい、家が残っている地域なんですね。だからそこへ戻って、で、まあ、あのそこの地域の避難所、地区が避難所に指定されたので、はい、その物資を配ったりとか、そういう地区のお仕事をしてました。で、主人はあのその間もずっと役場の職員なので、あの避難物資を運んだりとかしていたんですが、なんかあのちょっとヘルニア出てしまって立てなくなって、で入院となってしまい、で結局仙台しか入院場所がないので入院して、でそうしてるうちに子供がなんか夜中わーって起きて泣き出すとか、そういうこともあったりして、であのなんかその辺ちょっとあんまり記憶も定かでないんですけど、気がついた時にはあの車であの900キロぐらいあるんですけど、うちの実家まで私運転していって、はい、で4月入ってすぐぐらいかな、運転していて、私の実家三重県なんですけど、三重県に着きました。ですごいもう何にも普通で、あ何事も、娘がね最初に言った言葉が、え、なんでお店してるのって言ったんですよ。あれ津波って来なかった、来なかったって思わなかったみたいで、なんでここお店してるのって、本当にあの普通の生活が待ってて、であのその時もまあ娘が夜もねちょっとあの不安定だったので、あのちょっと被災地を離れた方がいいっていうご助言もいただいて、でじゃあということで私の実家の方へ彼らも転校して、1学期間結局三重県であの過ごしていたんですね。でその時にあの、まあ、6月ぐらいには娘も落ち着いてあの普通の生活を送れるようになったので、夏休みに入ってさあどうしようかねって言ったら、子供たちが2人ともお父さんのところ帰るって、え帰んだと誰が運転するんだっていう感じで、結局8月に戻ってきたんです、ね、でしばらく経ってさっきみたいなあの、福祉のお仕事あるんだけどって言われて、で、9月の末にこのセンター宮城の方で、はい、雇っていた。センター宮城の方と知り合ったのはそのどのぐらいの時なんですか、及川代表とかと。及川さんとお会いしたのは結構その後の、はい、そうですよね、僕は遅かったですね、うん、はい、そうですよね、いつお会いしたのかな、私も年明けてぐらいですかね、あ大阪のイベントで、あそうだ、はい、初めて会ったのかと思います。あそうだ、11月にね、はい、末に、はい、大阪の何でした、夢風の、はい、じゃあそれまではずっとこう地元の方でやってらしたんですね、うん、はい、そうですね、その当時はあの送迎がと、あとまあ物資、水ですかね、水を配ったりとか、あと仮設へ行って、あの困ってることないですかっていうお聞きにするというような、そういうあの活動をしていて、で11月12月でずっとそういう活動してたんですけど、その中でそのあのずっと在宅でいる女の子と出会ったんですね、はいはい、女の子って言ってもまあ成人されてるんですけど、その方と関わって10月ぐらいから関わり始めて、ちょっと外出ようよって誘って、まあ、3月にやっと出てくれたんですけど、なんか彼女のそういうの見てて、あ私たち活動してて人がこう新しい一歩を踏み出そうとしてるっていうのが目の当たりにして、で、あこれは必要な活動なんじゃないかなってちょっと思ったんですね。でその時にじゃあもうあのよしやろうって、その当時あの私と同じように雇われたスタッフが3人いて、女性ばっかり、南三陸町の女性が3人、本当にね、あの後の2人もね明るくて、あのポジティブで、もう本当に、はい、だから3人でいるのはすごく楽しくて、でだからなんか何にも根拠ないんですけどやれるんじゃないかっていう気になって、で去年のそうですね、本当3月2月3月ぐらいにやろうと決めて、で
そういういろいろ変わっているうちに、でも何だろう、何か困ったことないですかって聞いても結構こう大丈夫ですって言われる方が多くて、あ、大丈夫って言われたらそれ以上はねできなかったりして、でそういう時に、あ、ちょっと困ってますって手を挙げてくれたのが障害のある子供を持ってるお母さんたちだったんですね。で、あ、そういうお母さんたちの、じゃあ声を挙げてくれたんだったら私たちやれることあるかもしれないっていうので、じゃあやれることからやろうって始まったのが、あの障害のある子どもの預かりだったね。毎回こういろんな方にお聞きして、まあ、助けとなんかにも話してるんですけど、はい、最初にこう被災地に特に沿岸部の方に行って、まず障害者が避難所にいないということとか、うん、あと今おっしゃったように支援をしようと思っても大丈夫と遠慮されるっていう、一番最初にこう課題となったのはその2つだったと思うんですね。でそこの信頼関係のこう構築をですね、やっぱりどのようにしていったのかなっていうのが一番だと思うんですけど、もうそれはね、はい、私の他のスタッフの2人の、すごいとこやと思うんですけど、もともと3人とも南三陸町民なんで顔とかは知ってたりするんですけど、 あとは本当に何かをしてやろうっていうんじゃなくて、本当に寄り添うのがとても上手で、だからこう本当に何かをしようっていうんじゃなくて世間話をしようぐらいの感じで入って、お友達みたいな感じでね、でそれからだと思うんですけど、やっぱり寄り添うっていうのがキーなんじゃないかな。押しつけがましくもなく、無理強いもしなく、そうですね、はい、本当に疲れて、結構疲れてたんですね、その時ね、被災者って多分なんかそういう時に勢いがガッとくると結構辛いですよね。あんたちは頼むのに必要なんだからこうやってあげるのよとか、子供欲しい必要なんだからもらいなさいよみたいな感じではね、それはもちろんそうなりますよね。なんとなくね、そうじゃないかな。そこがやっぱり女性のね優しい感じで、で優しいっていうかもう面白いんですよ、楽しい人たちなんで。そうですよね、はい、やっぱり南三陸の皆さんはやっぱり面白さがありますよね。ね、はい、なんかもう震災前に全然知らない3人なんですよ。もう全然って顔ぐらい見たことありますけど、会ったことなかった。センター宮城の中でも特別のこう仲の良さというか、皆さん のコミュニケーションというかですね、はい、そうですね、どっかの 代表も見習ってほしいなみたいな、はい、ところがあると思うんですけど、やっぱそういうのがとても良かったのかもしれないですよね。そうですね、で、結構こういろんな壁に私はその事務局的なことをしてたので、いっぱいで福島あんまよく分かんなかったんで壁にボン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 ぶち当たっていたんですけど、姉さんたち、あ、姉さんって2人、ね、もう姉さんって言っておっしゃってる時代からね、ネットワーク、チームワークの良さが、ね、すみません、分かるなと、そんな大して変わんないんですけど私はね、はい、姉さんたちがもう大丈夫じゃない、いけんじゃないとか言って、だからなんかいける気がしてもう本当それで今があるような、はい、助けていただいてました。旧、まあ、南三陸としての活動は主にどんなことをこう活動の軸としてやってらしたんですか。今その1年目、まあ、設立その後から、はい、まあ、今継続していることも結構なんですけど、はい、主な事業としてどのようなものが。そうですね、はい、最初の頃はその送迎と、うん、あと、まあ、支援物資の、はい、配るような感じですね。そこで本当にね、いろんな悩みとかを聞いたり、同じ被災者としてね、泣いたりとか、もういろんな人間臭いことがいろいろあったんですけど、で、去年の3月ぐらいからその在宅の障害のある人の日中活動の支援ということで週1回彼女をこう受け入れていて、でそれは、まあ、3月からずっと続いてるんですけど今も。で一番大きな変化っていうのが、2012年の7月 の、 夏休みの障害のある子どもの預かりですね、はいはいはい、それを始めて、でその時はただ利用者6人しかいなかったんですね。で6人を6
6人をスタッフ4人ぐらいで見てたのかな。でも毎日6人来るわけじゃないんですよ、本当2人とかの時もあったんですけど、やたらやっぱ慣れてないのですごい疲れて、暑かったのもあって、でそれを夏休み終わって9月なんか息切れちゃったんですよねあちょっと疲れたねっていうので9月ちょっとお休みをして、でもお休みしてる間にやっぱりあのやってほしいっていう声がいろいろいただいて、でじゃあ10月からもう一回こう仕切り直して、放課後の預かりを始めて、それは今にもずっと続いてるんですけど、10月11月12月とあの週5日間、放課後あの支援学校だったらバス停まで迎えに行って、地域の学校だったら学校まで迎えに行って、で預かるんですけど、私たちあの活動場所が南三陸にないので、はい、そう、それであの活動事務所は登米市なんですけど1時間ぐらいかかっちゃうんですよ、はい、車で。そうするとあの放課後って2時間ちょっとぐらいしかないのに1時間が移動だと、うん、もう何やってんだか分かんないですよね、はい、でそこでのちょっと9月できなかったのもそこがあるんですけど、どう本当これできないよねって言ってたら、あの南三陸町の先進会、社会福祉先進会ののぞみ福祉作業所っていうあの生活介護の施設があるんですけど、その施設長さんがあのいいよ、ここを貸してあげるよっていうので和室をあの私たちの活動に貸してくれるっていうお声をいただいて、で同じように入谷地区の公民館も貸してくれるっていうお話いただいて、あだったらできるねっていうので、今はそのそこの迎えに行ったら入谷公民館とかのぞみ福祉作業所に行って、小1時間ぐらいですかね、結局1時間ぐらいお預かりをして、であのまた自宅の方へ送っていくっていう活動を放課後はそんな感じでしていて、はい、拠点はその今もその登米市の中の、はい、中田市支所でしたっけ、中田支所、はい、中田支所の前、まあ、旧中田町っていうんですか、はい、はい、中田町かな、中田地区でした、うん、はい、そこの前に事務所がありまして、はい、そこからの送迎の範囲ですと、うん、結構こう送迎の時間も長いですよね、うん、そうですね、はい、あの2台車あるんですけど、はい、1台につき1ヶ月で3000キロ走るんですよ、はい、だから結局、うん、まあ単純に6000キロぐらいを、あの送迎で今も使っていて、本当距離もねすごいし時間もねすごいです、本当にそうですよ、ね、はい、でまたあの冬は峠を越えていくので、あの登米市から南三陸町は峠を越えるんですけど、結構雪降るとうん怖かったりして、ね、はい、今年も雪多いですけど去年もやっぱり多かったですもんね、うん、そうですね、はい、そういう財政的なそのものとしてはどのようなものでこう活動されてたんですか。はい、今はもう全く 100% その救援本部からのご支援でいただいて、車は2台ボーイングさん の、はい、あのね、あの助けをいただいて車をいただいて、で、日々の運営の資金は救援本部、夢風基金とか DPI 日本会議、あとジルですね、はい、そちらの、ね、こういう活動を聞いてね、あの聞きお聞きしてますと、まあ、そのセンター土産自体とか、あとやっぱり我々の当事者活動っていうのはもちろんね大事でずっとやってきてますけど、やっぱり南三陸の皆さんの中でいうと当事者活動をこういわゆる超えたものとかね、まあ、そういったところがあると思うんですけど、その辺はそのセンター土産の代表の及川さんとしてはどのようにその3人のこのチームワークの良さとかネットワークの良さとかを感じてますか。いや、今さっきお話があったような、なんかまさに寄り添って、寄り添った支援、まあ、支援ではなくても地域に寄り添った、地域に寄り添っていくということが、まあ、お話しされたような
どんどん道筋が見えているということだと思います。伊藤さんの新聞記事、あ、すみません、伊藤さんの質問と、当事者という面で言うと、確かに障害を持った人が担当しているわけではないかもしれないですけども、十分に声を拾って広げて、あ、本人に寄り添って本人に寄り添って活動しているなというふうに、そういうふうに、そういうふうに見えています。まあ、今そのいろんな方の声を拾って寄り添ってという話を代表からありましたけども、本当にたくさんのですね方の声を拾って来られたと思うんですが、まあ、あの全般的なことでも結構ですし、あと今回のその細かなところではですね、例えば仮設住、まあ、当初の支援が必要だっていうことからだんだんこう移っていくわけですよね。で、仮設住宅のお住まいのこととか、まあ、拠点のこととかありますけど、どういう声をですね、拾ったか、こう具体的にちょっとこういう例がありますよってことなどをですね、はい、お聞かせ願いたいと思いますけど、うん、そうですね、私たちやっぱりその、あの仮設周りとか、まあ、避難所とかもね、はい、行ってた、あ、避難所は私は行ったことないんですけど、まあ、そういう中でいろいろあの困ったことっていうのは上がってきて、で例えばあの避難所では一番聞いたのは、まあ、プライバシーがない、それは本当にあの辛いことですね。障害のある方は特にね、あのご苦労も多かったんだろうなと思います。あのあと障害に対してあのあんまり配慮がなかったっていうのを聞いて、例えばあの、まあ、それは耳のね悪い方のお話だったんですけど、大体あの情報っていうのは拡声器でこうわーって大きな声で言いますよね。それをまあ聞こえないと、だけどもあの聞こえない人に対してのケアまで全くされてなかったと、まあ、あの本当にあのすごいぐちゃぐちゃな時なんでね、なかなかそれも難しいんですけど、やっぱりそういうね、あの ちっちゃいっていうか、そういうのの積み重ねがどん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 心に溜まっていって、あの大きなあの傷というかになっていくので、やっぱそういう細かい配慮をしてほしいなと思います。あと情報がね、あのこう交錯してるっていうか、なかなかあの例えば避難所だとあの情報が掲示板、まあ、携帯もね当時一番最初つながらなかったので、掲示板にこう貼り出されるのが情報やったらしいんですね。だけどそれを見に行ってみたらもう3日も前の話やったとか、それも結構こうあの歩いていくとか、それこそまあね、あの行くのも大変ですよね。それの労力がね無駄だったって分かった時の落胆、それも本当にあの辛かったってお聞きしました。あと仮設住宅でも同じようで、あのまあそうですね、一番私たちが困ってるだろうなと思ったのはその音のところなんですね。で私たちがあの関わってるのは知的障害のある子ども、自閉症の子どもだったりするんですけど、まあわーって暴れたくなったりとかってありますよね。私もあるんですけどそれがやっぱり壁が薄いから、あのなかなかご近所にねちょっとあの遠慮してしまうって、でそう、私たちがその始めたのもその声が結構大きかったんですけど、やっぱり子どもたち思いっきり遊ばせたいなっていうのがあって、でうちの事務所はあの結構周り何もない感じなんで、それで夏休みねそこで遊んでもらおうってつながったんですけど、やっぱりその、まあ、プライバシーに関わるところなんですが、音の問題が
大きいと聞きました。あと車椅子に関してはスロープはあるけれども玄関に入れないとかね、まあ、間口が狭くて、本当に仮設住宅の問題は本当に今でも大引いてますしね。結局車椅子外に置いてありますからね。あれはどういうことなのかなと思いますよね。あとお風呂が狭くて解除できないとか、段差ももちろんですけど狭くてっていうのでなんかちょっと何とかしてくださいよって言ったら、まあ、来てくれた人が結局洗面台を置く台だけ取ってでこれでっていうちょっと広がったでしょみたいな、どっかのマニュアルにそうした方がいいって書いてありましたねそうなんですか、はい、それだけしてくれたみたいな、ね、解決になるかどうかはちょっとわからないですけど、まあ、少し広くなるかなっていうぐらいで、そうですね、はい、はい、それはよく聞きました。今情報のこの新鮮度の話ありましたけど、はい、例えばその情報を求めていったら自分たちだけいわゆる対象外だったとか、そういったことっていうのは、まあ、あの土佐さんもそうですけど、はい、センター土産の全般的なところでもそういうものってなかったですか。ある人たちだけの情報で自分たちにはこう恩恵を受けられなかったみたいな。まあ、例えば私が、まあ、私のその情報がちょっとこうマクロ的なところはあるんですけど、いつも言ってるようなあの地下鉄の話ね、いつでも話してるような地下鉄が再開って言ったんですけど、エレベーターはまだ使えなくて階段でしか地下鉄使えなかった。だからそれは全般的な再開で乗れる人はたくさん、あの乗れる人は乗れるようになったんですけど、中でもでもエレベーターは動いてますよという、そういったとこまでの情報が伝わってこなかったので、行ってみたらエレベーターはまだ再開してなかった、結局地下鉄には乗れないってことですね。これは結構大きなあの問題ですけど、まあ、例えば支援物資のこととか、あと何かこうここで行けば何かありますよってことが、その古くなった以外にある人たちだけのね対象だったとか、あとはまあ今の話とちょっとずれかもしれませんけど、そのこのものは公平、前回のね避難所ハグの話でもありましたけど、公平ですよって言ったものも公平っていう基準がやっぱりね、どこが何をもって公平かっていうところというのは実際どうかなと思うんですけど、この辺は何か覚えてることとかありますね。公平ってすごく難しいですよね。あの私はその地域で、あの、まあ、避難物資の、 あの配給のちょっとあの役っていうか、まあ、班の中の役をしてたんですけど、あの家があるところなんで、あの例えばキャベツ3個とか来るわけですよ。でも20世帯あって3個をどう分けるとか、やっぱそういうあの公平って言ってたら何もできなくなってしまうっていう部分があって、だからそうですね、そこではもう本当にあの痛いことがいろいろありましたけどね。でもあのその時もね、一番私が思ったのがやっぱりあのトゲトゲしたら絶対公平はもうね無理だって、こう公平はないんじゃないかって、ちょっとこう諦めるんじゃなくて悟るというか、でその中ででもねトゲトゲしないようにしたいですよね。だからこう楽しく 笑えるようなそういうあの分け方をするとか、あと例えば そうですね、うん、笑える、うん、明るく楽しくやるっていうのはすごく大事だなと今でも思うのが、そのあのこう、まあ、まあちょっとさっきのエレベーターの話からちょっと違うかもしれないですけど、まあ、物資を分けるときに、あの私そういう分ける担当で行ってたんですけど、そこに娘がついてきてた、小学校1年生が、彼女がいるだけですごく場が和んだんですね。で、あのだからあの子が言うからしゃあないなみたいなのとかね、ありますよね、うん、すごく、うん、そういう、うん、なんだろうあの潤滑油みたいな、うん、そういうのがやっぱりああいう時はすごく必要だと思います。子供の話じゃないですけど、子供ってドキッとこうさせるようなことを、ね、言いますもんね。こっちのは気づかされたりして、そうですね、うん、本当に単純でシンプルなんですけど、その一言がすごいまとえてるというか、本質をついてるというか、そうですね、うん、だからそうですね、だからそれの面でもいろんなね世代の人とかいろんなそのね、うん、環境の人が寄るっていうのは、うん、きっとあのいいことなんじゃないかなって思います、うん、
前回石巻その3月10日に石巻の公開講座の時にですね、牧口さんがおっしゃってた、うん、やっぱりその障害ある人とかそういったいろんな子どもとかね高齢者とかいろんな人たちっていうのが、まあ、存在してるっていうのももちろん当たり前ですし、うん、まあ、雨のような存在って牧口さんおっしゃってましたよね、うん、雨は困、ね、降られると困る人もいるし、うん、場合によってはそれで大変な人もいるけど、でも雨があってこそその地が固まったり、うん、おいしいものは自分たちが食べられたりするようなやっぱ希少価値のあるものというか、うん、まあ、そういったものに例えられたっていうと、やっぱりなくてはならないものっていうのはあると思うんですね。だからそれをこう今回の震災で、まあ、気づかされたっていう方も多いですし、残念ながらそういったものがまだまだ気づかないで、うん、ちょっと気づくそばにいるのに気づかないで、まあ、大変な目にあったっていうような方とかも多いんじゃないかなと思うんですね。だ今朝もあのニュースでその発達障害の人たちの、うん、避難所の話が流れてまして、あのこれもいつもね、あの我々で言ってる避難所にいて、なんであんたたちはこんなとこにいるんだみたいな感じで言われてた、うん、それに対して今日 の, そのニュースのケースは茨城県 の,、うん、のケースだったんですけど、まあ、数的に言えば東北地区はもっとね、うん、多いと思うんですけど、うん、それって別にその震災の時だけじゃなくて普段の生活の中でもやっぱりこう一緒にいてコミュニケーションが取れるって人もいるし、ね、その場にいるとまだまだなんでこの人たちがこのとこにいるんだっていうね言われるところもあるし、まあ、何かそういった貴重な雨のような存在とどうやったら分かってもらえるんだろうなっていうのはあるんですけどもね。本当 ね,、はい、ね、あのその地域の中に普段から自然な形でいるといいんじゃないかなってすごく思います。あのだっているんだもん本当にあの困った時は助けてって言える関係をね普段から作っていられたらきっと、うん、あの石巻のね伊勢さんってあの、ね、2週間もあの避難所にいられたって、あれはやっぱり本当にね地域の中にいたからなんだろうなってすごく、そこも本当紙一重なんですよね、うん、避難所にいていろんな人たちの助けがあってっていう方もいれば、うん、今日のニュースのようにその理解がなくて困ったっていう人もいるし、うん、どっちがいいとかどっちがこう、あれどっちがこうあるとかどっちがないとかじゃなくて両方あって、うん、それはやっぱり周りの本人たちに問題がもちろんあるわけじゃなくて、その周りがどこまでその人たちを理解している人たちだったかなってことによって、うん、大変な思いした人がいるのかな、それをやっぱり土台作りはこう普段からねやっぱりやっていく必要があると思うんですけどね。私本当にあの障害とかってあの離れた生活をしてたなって思うんですけど、あの分からなくてもね寄り添うことはできるんですよね、うん、それはすごく、うん、あの分かったことで、あのもっともっと理解しなきゃいけない勉強しなきゃいけないことはあるんですけど、うん、でも基本なんかこうあのお互いねあの幸せに行きましょうよっていう気持ちがあったら、うん、寄り添うことができるなって、うん、はい思ってました。やっぱりそのいるだけでいいっていうことをどれだけ認められるかっていうかね、本当ですね、違うと思うんですけど、その辺はやっぱり永遠のテーマですよねどうですかそのもうずっと昔からね、うん、いわゆる有史以来みたいな感じのテーマだけどね、うん、僕らがずっと訴えてきたテーマではありますね。先ほどの公平と公正というお話がありましたけども、うん、みんな同じにすることが公正、うん、ああ公平です、うん、公平、あみんな同じにすることが公平というように思われているけども、それは違うのではないかなと最近思います。やはりいろんな人がいて、うん、いろんな状況があって、
その人に必要なものをものも全然違うし、例えばある人が パン一つでお腹いっぱいになる人もいれば、二つ食べないとお腹いっぱいにならない人もいると思います。それで同じように一個ずつ、また二個ずつとかということではないと思います。その人その人状況によって必要な支援をしていくことが大事ではないのかなと。また南三陸支援の状況とか見ても、まだまだそういう、先ほども言いましたように、ちゃんと足を、ちゃんと子どもたちを見て、家族の状況とかそういったものを見て、関わってらっしゃるなと思いました。ありがとうございます。はい、なんかあの、ね、支援の担当しているあの小野寺というものがですね、今一番その、あの子どもたちと関わるときに大事にしているのが、あの自分たちが何かをするんじゃなくて、子どもたちが気づいてくれるのをね、あの待つっていう状況なんですね。それをすごく大事に、それってすごく当事者でしょ当事者をすごく尊重してると思うんですけど、私はねで、あのすごくそれがね、あの本当にあるんですよね。で、子どももどんどん変わってきてるし、で、あの本当にあのそういう立場なんですね、当事者をあの尊重して、で、あのまた当事者ももちろんですけど、お母さんたちの絵もすごく尊重してます。やっぱりあの今まで長い間あの育て上げてきてくれたお母さんたち の、 あの気持ちっていうのもすごく大事にしていて、それが私たちの当事者活動なんだなって思ってます。目に見えるだけがね、当事者活動じゃなくて、本人が動いてるものだけが当事者活動じゃなくて、そうですね、もともとね、当事者活動っていうのから私もあの障害者支援を、あの知ったので、もうこのようなあの私たちの生活がこのような形になれば、どこからがどこまで当事者かっていうことも出てきますからしね、従来のその定義が全く根本から今回覆されてしまったところもありますので、はい、そうですね、で神波の森のその新しい場所っていうのも、その当事者活動っていうのに、あの私たちなりにそれをしていこうっていうのがあって、その子どもたちを預かる、まあ預かるっていうか、まあ結局子どもたちの遊び場なんですけど、本人たちが遊ぶところに地域の人たち、あの高齢の方とか女性の方とか地域の方たちが当事者として自分の得意分野で集えるような、そういう場所に、もう当事者活動のね、あのところにしたいなと思って、こうやっぱりイメージ付けがもう、もうできてる、出してるんですね。イメージばっかり先行してね、何にもまだできない山ですけどね、いろんなこうイメージがね湧く時ってやっぱ楽しいですね。はい、そうですね、実現できるといいなと思います。ですよね、はい、あの先ほど打ち合わせの時にですね、こう見せていただいたので、その活動の中で将軍っていうものがあるんですけどこれは何でしょうか。はい、先ほど一番最初に申しました、あの3月から預かって、はい、預かってる時が一緒に日中活動をしている女性なんですけど、最初はあの、まあ、お母さんたちもね、あの
いいからいいからうちは大丈夫だからって出さなかったんですけど、なぜかっていうと彼女がすごく物を壊す癖があるっていうか、ちょっと あれ怒ってやってるわけじゃない、つまんなかったり退屈だったりしてするともう壊す。で私たちはもう最初やっぱ目の前で例えば電球をコンってガッて踏まれたりとかガラスパンチされたりするともうドキドキしてしまって怖かったんですね。だけど怖いとなったらもうつまんないので、そこはまたねその3人でいや次来たらどうしようみたいな感じで、でも勝手にこっちで暴れん坊将軍とかの名前つけてニックネームつけてる、そうそうね、え裏若き乙女ですよ、20歳そこそこのね女の子なんですけど、まあそうやってしてこうこっちも楽しんじゃいみたいな感じ でお母さんにももちろんそういうふうにお伝えして、でみんなでも来てもどんと来いみたいな感じで、でもう将軍ってつけて、で3月そうですね夏ぐらいまで結構いろんなものを壊されましたね。で私たちもちょっと よく分かってなかったのもあるんですけど、そういうことをでもこっちはもうどんと来いなんで、で積み上げていく中ですごく信頼関係ができたと思うんです。もう最近は彼女はもうほとんど壊さないし、あと壊さないどころか今はもう作業もするようになって、作業って言ってもちょっとこう紙を丸めて物を作ってみたりとかそういうことなんですけど、とかあと笑顔もすごく出るようになって、可愛いとかみんなで、ちょっと将軍はねかわいそうですね、そろそろね今やっぱりその地震発災当時のものでいろんなこうストレスとかやっぱりそのトラウマとかみたいなのがあったっていうのも、そうですか、そうですかね、まあまあ前から、ね、破壊壁はあったみたいなんですけど、まあそうですよね、そういうのをうまく表現、ね、するの難しいからあったのかもしれないですね。先ほどその今私はその発災当時のねトラウマのこととかって言いましたけど、先ほど小室君の方から質問をしたいみたいなことがそれについてあったんですけど、はいはい、ちょっとそんじゃ お二人から、はいはい、ね、児童デイの、ね、はい、活動されているということで、はいはい、お子さん その震災に対する恐怖であったりとか精神的な、まあ、ストレスであったりとか、何かその変化であったりとかがあるのかなって、またそれに対するその支援のあり方っていうのをまあどういうふうにされてるのかなっていうのをちょっとお話聞かせていただけたらなと思います。そうですね、はい、子どもたちとはそういう震災の話はほとんどしないようなんですね。今普通にやってるんですけど、12月の7日に大きな余震があって、あの時はちょうど送迎の時だったんですね。でもその時も子どもたちは本当に普通だったそうです。私は実際に入ってなかったんですけど、現場のお話を聞いたらかえって大人の方がドキドキしてしまって、まあ、子どもたちに助けられたって、で一人だけ親と連絡はついたんですけど、なかなかそっちまで送っていくことはできなくて、車の中でしばらく過ごしていたそうなんですね、高台で。だけどね、その子がもう楽しい歌を歌ったりとか、一緒にこう遊んでくれるというか、まあ、楽しく過ごしているので、スタッフの方がね帰って和まされたっていうか、そういう話は聞きました。やっぱり子供は柔軟だねっていう話はしてます。ただ本当に地震となった津波っていうのがあるし、私たちはお預かりしてるっていう責任があるので、やっぱり緊急時のね連絡方法とかもうその12月の時にはしっかり決めて、そう決めることで私たちも落ち着くっていうのがあるので、それはこれからもね、もうまずは津波が怖いっていうのがねあるので、はい、していかなきゃとは思います。え、川さん、今の話、はい、やっぱり家族に言うよ、やっぱり家族に言うよ、自信がいるよ、この辺から、この辺からなります。地震の後のお子さんたちの、
お話というのはとても聞いていて、そうやって表に出てこっちが分かる形で、その辺の子供たちの状況を感じ取れる、自分の中に押し込んでしまうってこともあるかと思うので、そういうことも関わりを通じて少しでも出してもらえるような、できればいいかなと思い、僕自身も地震の時の映像とか、まだ一人では見れないです。そういう何らかしらの思いを持って過ごしているということを2年経ちましたけども、改めて改めてそういうことを思います。本当ですね。子供によってね、全然感じ方が違うなっていうのは、はい、思うので、ね、これからも寄り添って声を出す一つに、ね、なっていただけるといいのかなって、はい、思います。ありがとうございます。まあ、このような活動をですね、ずっとこう続けてこられて、はい、で今 NPO 法人を設立しようと、はい、まあ、設立され登記も完了してるので、はい、新しく金見の森として、はい、こぎ出すわけなんですけど、はい、いつあたりからですね、その南三陸をこういう形にですねしたいなと、皆さんの中でどのあたりからお考えがあったんですか。いつぐらいですかね。NPO 法人の申請をしたのは11月なんですけど、はい、もうその前にはありましたものね。いつぐらいなんだろう。でも、うん、形継続するために法人化っていうことなんですよね。そうですね。はい。7月に、まあ、7月8月に子供とね過ごして、はい、その後9月で、場所がなくてできなくてっていう時ですかね。9月はすごいいっぱいいろんなことを考えました。でも私たちの活動は必要だよねっていう時ですかね。まあ、9月ぐらいなんですかね。で。またすごく応援してくれる方がたくさんいてくれて、私たちには本当幸せなことだなと思うんですけど、いろんな方が頑張れ頑張れってこう後押ししてくれるので、なんかそのなんか波に乗っちゃえみたいな感じもあったんですけど、本当にやることの意味っていうのをね実感して、やっぱりはい、そんな感じですかね。でその NPO 法人金見の森という名前なんですけど、はい、この
法人の名称ですね、はい、名称はどこからお考えになったんですか。奏でる海の森って書くんですけど、はい、まず海っていうのはつけたかったんです、うんうん、私たち南三陸町の人間なんですけど、まあ、海ひどい思いさせられたんですけど、やっぱり私南三陸町は海とあるよね、うん、で私たちも南三陸町でやっていくっていうその気持ちを込めたいねっていうので、まず海がつけたかったんですね。でその他に先ほどちょっと申し上げたんですが、障害のあるなしだけじゃなく、うんうん、ある人ない人、あと高齢者も子どもも女性もみんないろんな人が集まって、そのなんて言うんでしょう、まあ、いろんな人が自分の得意分野でこう集まってこうハーモニーを奏でるような、みんなが一つの音楽を作れるような、そういう意味で奏でるっていう、はい、で森っていうのもあのいろんな意味があると思うんですけど、私は守られてるっていう気持ちがとてもあって、うん、その海も山も自然もちろんそうなんですけど、うん、私たちを守ってくれてるあのいろんな支援くださってる方々、うん、本当周りの方々のおかげであの私たちがあるので、うん、それで森っていうのを、うん、なんかそれをなんか組み合わせて金網の森みたいな、うん、いや、ね、本当にあの世の中いろんな団体の名前とか法人の名前とかですけど、はい、本当に素敵な名前だなと思うんですよ、ね、ありがとうございます。もうないタスケットとかユニクリミアムとかどっから考えたんだっていうのもありますけど、いや本当に、想像できるんですよね名前で。あ、そうですか、うん、よかった。はい、だから多分それは、うん、今の話を伺うとなおさらそういうのも分かるんですけど、やっぱり海によって、まあ、本当にいろんな被害は被ったけども、でもそれでもなお海っていうのは、うん、いろんなこうテレビとかニュースでも漁師さんもおっしゃったり、うん、海を知らりわいにする方も皆さんおっしゃってる通り、うん、そこはやっぱりあの大事にしてあげたいものなんだなっていうのはあって、うんうん、あ、すごいなっていうのはですね思って、こういうネーミングセンスってつけられる？本当に。助けたは悪いって言ったら。そうです。助けたユニフィネイは素敵ですよ。でも本当イメージが湧くというのは。ありがとうございます。今思いますよね、はい。もう名前負けしないようにね。あとは頑張らないと。名前だけで結構今本当インパクトというか、はい、のあるんじゃないかと思うんですよ。ありがとうございます。本当頑張ります。なんか私プレッシャーかけてますか。そう、またハードル上げてますよ。いやでも頑張ります。ありがとうございます。はい。で、まあ、その金網の森さんとして、まあ、本格的に年度が変わってですね、はい、やっていかれると思うんですけど、事業は今の事業は続けられる、はい、そうです、ていく予定ですか。はい。まあ、なんか新しくこうこれからやるというようなですねこととかはお考えになってますか。そうですね、はい、今は児童でまず始めるんですけど、うんうん、やっぱり一番最初にあの私、まあ、私個人的にそうなんですけど、あの学校卒業した後の仕事っていうか、うん、それをやっぱりあのずっとあの仕事につけて結局自立してほしいんですね、うんうん、障害のある子にも。だからそういうようなあの支援っていうか、うんうん、あのサポートができればいいなって思うので、それがどういう事業に乗るのか、うん、ちょっとまだあの模索中なんですけど、うん、児童ではだけではなくて、その学校を卒業した後のことも何かこう、はい、一緒に考えていけるようなそういう活動をしていきたいと思ってます、うん、はい。まあ、ただこのようなですね形でスタートしたとしてもやっぱりいろんな問題はあると思うんですよ、はい、例えばですねこういったことがまだ足りないとか、あ、こういったことが必要だとかですね、その辺もこう課題をもうおっしゃっていただくとですね、はい、ご覧になった方も、あ、じゃあこういうところにこう支援をすればいいのか、ありがとうございます、思っていただけると思うんですけど、はい、まずですね、あの多分被災地全部あの沿岸沿いみんなそうかもしれないんですが、マンパワーが足りないですね、人がいない。だからあのこのような思いでこうやっていても、今常勤2人のパート2名でやってるんですけど、あのまあまた足らない感じなんですけど、それであのやっぱり一緒にこういう思いを共有して、あの地域のためにあの
やってくれるっていうスタッフのが欲しいですね、一番。まずは人で、その人で、もう一つが私たちがその場所がね、今まだ止めて、隣のね止め市なんですけど、はい、そこにしかないので、やっぱりお断りしてしまう部分もあるんですね。時間的にもうスタッフも足らないし、車も今2台しかないので、だからやっぱり活動する場所は南三陸の中に作って、もうより生活の本当に地域を作る、地域の中にいたいので、だからその南三陸町に場所を作りたいと思って、はい、今土地はね、その私たちの活動にね賛同してくれる人が本当に心優しい方が分けてくださったんですね。今もうあそこで土地って言ったら本当にみんな喉から手が出るほど欲しいものなんですけど、それを私たちの活動に使ってって言ってくれる人が出てくれたので、あとはそこにしっかりずっと続くような場所を建てたいと思ってます。この南三陸に今度戻られるという時に、はい、やっぱり町の復興計画ともですね、こう絡んできますよね、はい、今南三陸町のですね、はい、復興計画、はい、でその中でやっぱり障害のある方とかお子さんとかそういうのに関わる部分というのは、うん、今の現状ってどのようになっているか、なってるんですか。はい、南三陸町では自立支援協議会がしっかり専門部会ということで、はい、民間のねそういう人たちもちゃんと入れるようになって、この前復興、支援計画、事業計画みたいな、はいはい、あれにもちゃんと関わらせていただいて、うんうんうん、だいぶ声が反映できるようになったと思います、うんうん、それは震災前はなかったことらしいので、はい、もう本当にそうですね、それも外から来たボランティアの方とかが、うん、まあ、南三陸町の障害者福祉の状況をご覧になって、うん、こういうとこ足らないよっていうのをいっぱい言ってくださったんですよね、うん、で町の方もすごく柔軟に対応してくださって、うん、そういう専門部会ができました。だからきっと私もそこに入れてもらってるんですが、うん、どんどんね声を上げて、うん、まあ、障害のある人ばっかりじゃなくてね、ない人もみんながこう、うん、ね、楽しく、それこそ公平にね、うん、過ごせたらいいのかなって思います。じゃそれは本当外から来られた方が、まあ、いわゆる町に新しい風を入れてくれたっていうところなんですかね。そうですね、はい、うん、そうだと思います。でまた町も柔軟だったと思います、うん、担当者の方もちゃんと耳を傾けて、自立支援協議会今、全国各地で、法定化されて法律上で開くようにと言われているんですけども、うん、その仙台でも開いてますけどもね、うん、そのやっぱり当事者団体の代表としてですね、自立支援協議会のやっぱり南三陸の自立支援協議会に何か期待することとかですね、こういう方向でこう協議会が動いていけばいいかなっていうので、ちょっとアドバイスがありましたら、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。アドバイスできる立場ではないんですけども、自立支援協議会で言えば非常に大事な機関であると思っています。大谷さんがおっしゃるように、行政だけでなくて事業所も入る、市民も入る、その入ったメンバーが同じ立場で話ができる、そういう状況があればどんな時代でも協議会が動くことができるのではないかと思っています。この間あるところの自立支援協議会に参加してきたんですけども、
そこは地域の事業者が主体になって運営しているところでした。そういう意味では議論が活発に、活発になっている印象を受けました。はい、そうですね、やっぱり自立支援協議会の目的は地域ですから、同じ職種だけじゃなくていろんな職種の方が入って、そこの中にはやっぱりまだまだ障害っていうのを理解されていないと言われる方々もですね、いらっしゃると思うんですけど、そういう方々にこう無理やり私たちはこうだからこういうふうなことが必要なんですよってこういうのではなくて、徐々にでもいいですから、やっぱり地域で暮らしてるっていう意味とかそういったことを分かっていただけるっていうのがとてもいいんじゃないかなと思いますね。ですから、例えば、その反対意見があったとしても、その反対をどう理解変えていくかっていうのが、ある意味、自立支援協議会だけじゃないですからね、当事者の関わりとか運動とかの醍醐味って言ったらですね、それを町がこうセッティングしてくれるっていう、そのセッティングしてもらうところにこう入っていくで意見を自由活発に述べられるっていうところがですね、面白いじゃないかなと思うので、そうですね、なんかせっかく参加してされればどんどん意見をそうそう、私が言わなくても意見でおっしゃると思いますけど、いやそんなことない、そういったことは必要なんじゃないかなと思います。でもそうですね、多分知りたてなので、まだ初心者なので、多分怖いものがないかもしれないですね。だから思ったら本当に教えてもらおうっていう気持ちでいろいろ聞ける、お互い様だと思うんですよ、その他の参加してる方もそう思ってらっしゃると思うので、分からないことは教えてもらって、知ってることは教えるみたいな、そういった関係性ができれば、そうですね、思いますね、あとは自立支援協議会の機能の一つとして、やっぱりそのマンパワーをどう作っていくかというものがあると思いますので、本当にね、そうですね、もともと障害者福祉が、活発じゃない地域だったので、そのヘルパーをするにしても障害者向けのヘルパーっていうのがなかなかいなかったりして、だからそういうところでね、そこから作り上げてい、いかなきゃないのかなって、はい、思います。あとやっぱり社会資源ですよね、社会資源をこう発掘していくというか、本当に今回南三陸が多大なる、被害があったとは思うんですけど、その中でもやっぱり十分機能している、例えば関与さんみたいなね、ホテルさんとか、拠点があるとすれば、関与さんの中でその地域のネット、ネットワークを組んで、その中で何かこうお互いにできることとか、私去年の3月に伺った時にはまだ本当に、1年経ったばかりだったんですけど、ホテルの中にミニ図書室みたいなのがあって、はい、今もありました、今もあります、はい、で地域の子どもたちがこうやってこう自由にですね、出入りしながらっていう、ああいうのもやっぱり一つだと思いますし、でそのこう事業者さんとですね結びついていくことで、将来的に海洋さんもずっと地域に根ざした活動っていうかですね、続けていくと思いますので、そうですね、どんどん大手にですね乗り込んで、小さなところから結びついていくということもできるんじゃないかなと思うので、そうすごく福祉に固まっちゃい、なんか広がらないなっていうのがあって、今南三陸町は異業種、観光とか水産業とか、そういうのの業種間交流みたいなのをしようっていうのが、若い世代で活発になってきてるんですね。そこには私も若い世代にはちょっとあれなんですけど入らせてもらって、でやっぱりそういうところで、例えば障害のある人のができるお仕事とかきっとあると思うんですよね。でちゃんとしたそういう基幹産業に障害者もちゃんと入ってるっていう、そういう状況をね、それも制度的に、個人的に入ってるんじゃなくて、ちゃんと
系統だって継続していけるような形で何かそういうのができるといいなって、はい、思います。私ばっかりですけど、もう一つ話すると、私個人的に思ってるのはお祭りなんですよ。はあ、お祭りってどんな人がこう楽しむためのお祭りだったりするので、うん、やっぱりその地域っていうのがすごいこう特徴が出やすいですし、でそこに私たちが当たり前のように参加すれば、それがやっぱり日常にね、つながっていく、いくんじゃないかということで、はい、お祭りに、ね、飛び込んで一緒に参加して、あ、ぜひやります。入谷地区にはずっと続いてるお祭りがあって、あの毎年4地区がこう交代で当番で持つんですね。多分私たちが建てるとこもそのうち当番が回ってくると思うので、そこにはぜひね、もちろんですね、はい、もうみんな総出で出かけていって一緒に楽しむという、はいはい、ぜひ来てください。楽しい、かわいいですよ、すごく。だし、だしが出て子供たちがピーヘラピーヘラ弾いて、うん、かわいい。そうですよね、私もなかなかお邪魔できないので今度お邪魔しますので、はい、あ、はい、聞きましたか。アクセスフラリーに乗ってお邪魔します。あ、はい、ぜひぜひいらっしゃってください。で、いろいろなことをですねお聞きしまして、まあ、残り少なくなってきたんですけど、まあ、今日会場の方もあんまりいらっしゃらないんですけど、太宰さんに何かご質問とかあればお伺いしますけど、どなたかそういうことを聞いてみて、あ、どうぞ、はい、はい、建造者とか、はい、あるいは障害者って関わりなく、はい、沿岸地方でまずその支援の支障になっているのが宿泊と、だからトイレの話に絡まれているんですよね。で、先ほど支援者協議会ってあったんだけども、はい、そういったその情報が行政とかに行っているのかどうか、うん、なんかその、いわゆる建物建てたらダメだよって言われると、宿泊所って言った瞬間に知ってる人がトレーラーハウスって言うんですよね。うん、それ あまりにもその金太郎じゃないかと。イメージとしてはスーパーハウスって工事現場にあるようなハウスをポンポンポンと置いていったって、そうですね、はい、いいだろうと。で、問題はトイレなんですよね。うん、コンビニを使ってくれって言われてるらしいんだけども、コンビニは有名なんですよ。それがね、支援者協議会とかってあるんだったらば、沿岸地方NPO でも、ね、インディーンと同じレベルでそういったその行政に対する要望とか、うん、高台に建てなきゃダメだっていうのは一つあるけども、仮設だと、はい、仮設で支援するのに、うん、そういう枠をはめて、うん、仕方ないだろうっていう、そういう声がもうずっと団体として、そんじゃあの被災地センター宮城の後話ちょっとしてもらいますけど、うん、もう一つはね、はい、情報がその建築さんを含めてだけども少なくこう狭くなっていってないか、実はこの間別のイベントがあって、木 の, あのなんか入札かなんかの話があったらしいんですよね。復興住宅、はい、まだ建ってないっていう。そうですね、建ってないですね。その民営、民間建てで、はい、で、いわゆる自治体が運営するっていう、はい、で、その、か、あの仮設の時にも初めあの10世帯 1グループでないとその入れないっていう話だったのが、入居者希望者が少なくて、そうですね、はい、5世帯とかって話になったけども、はいはい、それも少なくて結局何でもいいってなった瞬間に、よその市町村から入ってきた、うん、で一番いいところに 入ったらば今度は出たくないって話になった、うん、でそういう話を今度は例えば市の場合は、仙台市の場合はその隣接で手を挙げたらどうかっていうところで始めたらば、埋もたけのこよりゼネコンも含めて手を挙げてきたっていう、それって商売になるからなのかっていう思いがあるんだけども、そんなことも一応仙台市なんかだとその条件として1階フロアに障害者用の部屋を作るという基準があるとかいうのを聞いたんだけども、そういった話も私もたまたまこの間聞いた話で誰も知らないですね。そうですね、はいはい、そういったその障害者だけじゃなくて全ての人が分かるような情報を入れないと、うん、その不満だらけで終わってしまうような気がしてならないのが一つ、うん、でその先にあるのはね、その公営っていう形もそうなんだけども税金を投入してるわけですよね、うん、復興住宅国も含めてですけど、はい、その時にその今までの生活と同じレベルもしくはもうちょっといいものっていうのが普通に生活してた人たちのレベルと同じなのかっていう話が必ず、片方では税金を納めてるんだからそのくらいの要求は当たり前だろうっていうのもあるけども、
そうでないのもあるっていうのを、なんかその共通の場で話できる場所を確保しておいた方がいいのかなっていうふうに思うんですよね。なんか両方ともね、自慢話と愚痴のこぼしになってしまってる感じでしたね。の設計、建築設計やってる人はね、自慢するんですよね。私はこういうあの人が集まる、さっきお祭りの話だったけども、その、共通の、その集会所を作った、そういうふうな案を出したんだって威張ってはいるんだけども、それを実現するために、じゃあ駐車場を料金取るの取らないのとか、車を持ってる人持ってない人と同じなのっていう、そういったその微細なところまでの話が全然なしで、自慢話を受けてるんでね。それがね、その全ての納税者も含めた、同じ土俵でやってほしいなっていうのがずっとあって、はい、たまたま協議会があるって知らなかったもんだから、はい、あのメモにはね、NPO で調整取らないのかっていうメモと、その支援っていうのは、その自立支援っていうんだったらば、自立できるように、その周辺を守まとめてあげてやるのが自立支援で、その直接支援するのも手は、あの旅館とかあのホテルとかって話だったけど、直接支援と両方の歯車というかないとダメだろうと、はい、べったり寄り添ってしまうと自立の支援にならないんじゃないかっていう気がしたので、まあ、ほとんどいけない。ありがとうございます。今ですね、まあ小さい細かいところまで、仙台市に要望を出しながらですね、今おっしゃったような災害復興住宅も含めてですね、本当に細かいところまでこう協議がしてます。ただそれをアウトプットする場がですね、一つは今ここではないっていうことがあって、まあここでは出してないんですけど、まあ団体としてやっぱりそういったものを皆さんに分かるようなアウトプットは必要ですよね。情報を出していくと、今仙台市とこういう交渉をしてて、まあこの我々の課題となってるのはここで、それを仙台市とのやり取りだけじゃなくて、一般市民の方にもこういったことをやり取りしてるっていうのが、まあ、それを情報公開を、まあ、どこまでできるかっていうのもありますけども、その辺のことを皆さんに知っていただくとね、いうことも必要なのかもしれませんね。はい、だから本当に結構細かい、まあ、災害復興住宅をが果たしてその、まあ、もちろん我々が生活できる場所になるのかっていうのはもちろんのことを、どこにどういうものを建てて何を根拠にその災害復興住宅をバリアフリー化をするのか、まあ、根拠といえば法律上で新しく作るときには何個以上バリアフリー化するという必要があるとかですね、まあ、そういったことがありますので、まあ、その辺のこと、あともちろん暮らしのことだけじゃなくて、今後起こるべく可能性のあるさらなる防災とか減災とかですね、その方に関しても結構細かいところまで要望を出したりしてるんですね。だまずそれが一般、いわゆる一般市民の方に見える、まあ、可視化っていうんですか、見える方向に私たちが持っていかないと、多分いつまでたってもですね、今お話しされたような、あいわゆるその健常者対障害者とか行政対障害者とか、あそういった中で終始しているというように見えてしまうんじゃないかなと思うんですね。ですからその辺は、まあ、今後ね、ちょっとそういう要望を出している団体は、まあそれは私たちだけじゃなくて本当にいろんな団体が出していて、いろんな団体の中でもその団体の利益にかなうものかなわないものありますから、正直言うと一つにまとまるということは難しいと思います、はい、ただその団体が出している情報を目に見えるところにですね、皆さんの目に見えるところで、じゃあここの団体はこういうこと出してるなと、こっちはこういうこと出してるなと、じゃあ私はこっちの方に対して、まあ、支援をするとか、こっちの方の意味に賛成をするとか、まあ、そういうような選択はですね、まあ、していただけるんじゃないかなと。ですから実際問題、障害者とこう一括りにされてますけど、結構中でもまあいろいろやっぱありますね、はい、ただありますねと簡単に言ってしまってはダメなので、やっぱりそれぞれの団体がどういったことを出してるかっていうようなところは、もうちょっと見えるような形で出さないと、いつまでたっても密室性とかね言われてしまうようなところはあるのかななんて思いますので、はい、まんまはお祭りも人集まんなくないので、だからトイレとね、トイレと仮設がね、
やっぱり必要なんで、あれだけはね、やっぱり2年も経ってるんだから、そろそろ何かあってもいいのかなって感じするんで、ね、そうですね、まあ、今はその今日の話の流れで、まあ、そういう話をしましたが、まあ、自立支援協議会っていうものがですね、まあ、法律上で地域のさまざまな問題事とか課題を話し合ってくださいということで設けられたものなので、それがまあ一つその行政施策にどのように反映されるかということと、そこに伴うその財政措置をどうするかというような問題がやっぱりあるんですね。で、財政措置でいうと正直言いますと、やっぱり沿岸部のところはとっても厳しいんじゃないかと思います。で、おっしゃる通り税金を投入しながらこれからも復興支援をしていくと思うんですけども、その税金の投入というようなことがやっぱりちゃんと見えるということももちろん必要ですし、まあ、自立支援といいましてもやっぱり障害者、まあ、話の繰り返しになりますので、障害者といっても本当にさまざまな方がいらっしゃるので、先日ありましたようなその東京地裁の青年後継の方にね、選挙権をこうっていうことも、まあ、あれも判決がありまして、もう政府の方でも今後前向きに考えるということはありますけど、今一番のやっぱり問題はこの判断能力なく十分な方々にどう、そのいわゆる自立というかですね、地域で安心して生活できるような、まあ、支援をして、するかというところがとても大事なところになりますので、その辺でいうとその税金の投入がもしかしたら目に見える形にはならないかもしれませんけど、まあ、確実に地域に溶け込んで、ある意味皆さんと一緒に地域で生活できるようなところが、うん、完全に見えるかどうか分かりませんけどね、そういった投入の仕方もあるんだということも知っていただく必要があるのかななんて、私がこんなに喋ってよろしいんでしょうか。及川代表振りますので巻きで喋ってください。ご意見どうもありがとうございました。ご意見どうもありがとうございました。おっしゃる通り我々が思っていること、話し合っていること、そういうことを表に出すということが、もう少し必要だなとというふうに思っております。仮設のトイレとか、宿泊についてもそういう課題でその人が入ってこれないとという状況があれば、それは自立支援協議会かどうかは分からないですけども、関係している場所で話し合いをする必要があるんではないのかなと思いました。次回ね、そのこういうことを消防署として出してますっていうのもちょっと持っていきたいと思いますので、ぜひぜひそちらの方もご覧いただければと思います。ありがとうございます。はい、で、野崎さん残り少なくなってきましたけど、はい、応援のメッセージなんかもいただいてですね、はい、なんかツイッターで集計見てますよと、ありがとうございます、野崎さん頑張ってください、ありがとうございます、なんか何の番組かっていう形になってきたんですけど、やっぱりいろんな方がやっぱ関わっておられるなっていうのがよくわかりますね。はい、本当に、はい、そうなんですよね、はい、後で返信しておきます。あ、はい、ありがとうございます、お願いします。Kさん、ありがとうございます。本名出したいそうですけど、Kさんにしておきます。はい、ということで、野崎さん、本当に1時間半あっという間にですね、はい、いろんなお話を伺いましたけども、はい、やはりこれから、金見の森がですね、まあ、具体的なものもお聞きしましたが、やっぱり野崎さんの夢ですね。はい、夢をお聞きして、終わりにしたいと思います、はい。ありがとうございます、はい、どんな形でも結構です、ね。
はい、そうですね、金見の森が場所が立ったら、そこにもう誰でも気軽に寄れるような地域の核になれるような金見の森であればいいなと思います。ちょっと大きすぎます。はい、まあ、そのためにはね、センター宮城の、ね、関わりもそうですし、やはり地域のネットワークもそうですし、本当にこれからだと思いますけども、ぜひぜひ私たちも魅力ながら、はい、支援していただきたいと思いますが、まあ、そういうこともおこがましいくらいですね。ぜひ皆さんのチームワークとネットワーク、はい、ぜひぜひ抜群になると思いますので、ぜひお邪魔したいと思いますので、はい、いらっしゃってください、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、ということで今日はNPO 法人金見の森の事務局長ですね、戸田恵京子さんをお招きしました、はい、で来月なんですけども、実は1月にですね、中止になってしまいました。それの延期分のですね、開催をいたします、テーマは当たり前を諦めないということで、一般社団法人ブレインユニークスの代表理事のですね、伊藤あずささん、戸田さんもあずささんのことはご存知で、はい、あ、もう本当にこの、お会いしたことは数えるぐらいしかないんですが、はい、とても一生懸命深い、はい、ことをやられてるなっていうので、私たちの活動も一度見に来てくださって、あ、そうですか、はい、いろいろ教えてほしいです。パワフルな方ですよね。本当ですね、はい、お手柔らかにって感じですか。それは私もセリフ。お手柔らかにしていただけるようにね、丁重にお招きしたいと思います。よろしくお願いします、はい、それでは障害者グラフィティ18回目、まあ、次回うちの16回と戻りますけども、来月またお会いしたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。